どうも、吉祥です。お願いします。はい、吉坊主。はい、ということで、日焼けしてるね。はい。ということで、なんとか、交流戦、終わりました。終わったよー、交流戦。はい。意外としょぼいな。意外としょぼいな、これ。ベルーナドームでソフトバンクファンの方からいただきました。はい。いやしんどかったね、今日の試合も。もうしんどい。もう勝ってからよかったけど、もう負けたらもうボギーまあ結構、まあもう本当に今日はね、結構まあストレスのたまる試合でしたけどもね。皆さん、4時間お疲れ様でした。はい、4時間試合やってね、2対1ですか。いやー、しんどい、しんどかったね、マジで。まあ最後本当に勝てて、いやー、よかったっすね。なんやかんや7勝11敗ですか。去年が7勝10敗1分け7勝11敗してんのに、今単独に、セリーグ単独に、すごいよね。すごい。カープとは 2.5 ゲーム差。でも最下位と4ゲーム差だからね。まあちょっと、まあまたね、まあちょっと、まあ明日、明後日、まあ、休暇日になりますけども、切り替えてね。切り替えてというか、まあ、試合ないけど、なんか、またね、調子戻してくれれば、何も問題ないんでね。はい、皆さん、ひとまず、お疲れ様でしたということで。いやー、まあ、大山もね、早く戻ってきてほしいし、まあ、豊田もね、まあ、今日しっかり、チャンスメイク、できてたんで、まあ、使ってほしいですけどね。いやー、使ってほしい。いや、今日はほんとしんどい試合でしたね、本当に。走塁ミスも結構あってね、まあタッチアップのところ、走塁ミスも結構あって、まあ全然点が取れないっていうしんどい試合展開でしたけども、まあテルのね、守備がめちゃくちゃ良かったですね。もう今日テルの守備がもう良かった。なんか本当見違えるぐらい、もうメジャー張りの手で取って、素手で取ってファースト投げて、いや、どうしちゃったみたいな。まあちょっと、まあ打つ方がね、やっぱまだ調子、テルはね、あまり調子が戻ってないんで、なんとか、まあしてほしいところではありますね。でやっぱり中野がちょっと調子悪いんだよな、ここのところずっと打ててなくて。まあいやー、もう前側を2番にしていいと思うね。前側やっとね、まあ左ピッチャー相手に、2番で使ってくれましたね。細野、去年のドライチピッチャー、ね、左投手でしたけども、前側がスタメン出場で、本当初物に打てないね、タイガースは。いや、初ヒット打ったのが4回だもんね。4回に初ヒット。いやー、結構ね、まあ、しんどい試合展開でしたけども、日ハムファンだったら、もうボゲーすぎるよね。これ日ハムファンだったらボゲーでしたけども、まあね、野村監督も言ってますよ。なんかその、勝ちに不思議な勝ちありみたいな。まあ本当不思議な勝ちでしたよ、今日は。ヒットも、安打数もタイガースのが少ないしね。いやー、村上もナイスピッチングだったんですけどね、本当に。村上に勝ちをつけさせてあげたかったんだけど、勝ちがつかなかったっすね。いやー、久々に火曜日勝った気するわ、でも。なんか毎週火曜日負けてたよね。いやー、勝って、まあ、なんとか勝ってよかったっすね。ちょっと次回登板の時は、ねー、まあ、村上に勝ちをちょっとつけさせてあげたいですね、さすがに。
さすがにね、つけさせてあげたいですね。ということで明日明後日空いて、金曜日、まあ、また甲子園で、ベイスターズとの3連戦始まるわけですけども、どうすんだろうね、ローテは改変するのかな。うん、ちょっとまあわからないですけどね。うん、まあ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 、いやーしんどかったマジで。いやー改変するのかわかんないですけどね。まあちょっと一区切りとしてまたね、ふんどし締め直してね、いやー頑張っ、ちょっとまあ言うてまだ全然、うん、首位も狙える位置にいるんで、はい、いやーちょっとここからは勝ちにこだわって、行きたいですね。なんか難しいよね、ナベリョも5打席立って、4三振1安打。ナベリョ絶対にヒット1本は打つんだけどね、ナベリョ絶対1本は打つんだけど、なんなんだろうな、それ以外の内容が悪すぎるっていうのはちょっと気になるところではあるんですけどね。うん、まあ同点打打たれた時もね、まあこれもやっぱタラレバ行ったらもう気にないんだけど、やっぱ大山だったらファーストのあれ打球取れてたな、取れてたのかなとか、うん、まあいろいろありますけどもね。うん、まあ大山もちょっと2軍で1割台だからね、2軍で1割台、うん、まあ本当はソフトバンク戦からもう2軍から上がってくるっていうまあ想定だったんでしょうけど、ちょっとどうするんだろうね、金曜日から上がってくるのかな、ちょっとわからないですけどもね。うん、難しいね本当に。まあおば、木浪がね怪我してね、まあ小畑、まあ今日ねフォアボールたくさん選んでましたしね、まあヒットも出ましたけども、まあ、小畑の代わり、まあ、どうするんだろうね、そのサブ、ショートのサブとしては、まあ、熊谷とかね。まあ、上田も、いけるからね。熊谷とか、熊谷になるのかな？多分。雰囲気的にはそんな感じしますね。ということで、まあ、何やともあれ、言いたいことはたくさんありますが、勝てたんで、よかったです。ということで、はい、ちょっと明日、明後日ね、基調ゆっくりします。まあやることたくさんあるんですけども、あのメンバーシップの方でね、動画も、たくさん上げていこうと思っておりますんで、ぜひぜひ、ね、この明日明後日の休暇期間、はい、皆様よろしくお願いいたしますということで、今日の動画は以上になります。またね金曜日勝ちでお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。